りゃ一発で食いそうなんだよ。していないわけないと思うね。5月だし。通りかかれば食うと思うんだけどね。こういうので。ちょっと一匹ぐらいデカバスがやべえって感じに逃げてく姿を見たいね。とりあえず掴めるまではちゃんと脳進化で投げるか。魚がいるって分かればガンガン飲んだけど、あー食ったな。あーいる、久しぶりの亀山フィッシュ。これがいるってことはでかいのもいると思うんだけどな。おい、レッグワーム 2.9 釣れました。久しぶりの亀山バス。はい、逃がします。よいしょ、ありがとう。よいしょ、でかい。わあ、絡んでる。取れた。あー、ごめん。ごめん。今大きかったね。見えてた。ごめん。今一撃でやるべきだった。申し訳ない。もっと多かったよな。あー、ねえ、今の。ここで釣れると思うんだけどな。パクって食いつけ。お、よいしょ、よいしょ、バラすなよ。タモ網が今ややこしいことになっている。ここに誘導してください。よかった。一匹は釣れた。マルポーズじゃない。いや、いたいや、よかった。はい、というわけでですね、亀山ダムでアフタースポーニングの釣りということで、質問のコメント欄にもですね、この時期どんな釣りが釣れますかなんてご質問があったんで、去年からですねお気に入りでやっている釣りの一つなんですけども、これですね。これツアーの釣ったそのままのやつなんですけども、なくならないで、あるんで糸だけ切って持ってきました。レッグワームの 2.9、去年出た大きい方のサイズですね。これを、オフセットフックで、で、ノーシンカーで投げて、水面直下をタラ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 ーって巻いてくる。こういった釣りがですね、この時期自分は好きで結構やっております。で、針はですね、こんな感じの、ダブルエッジでしたかね、これ。糸を
匠さんが作った、こういった針で、結構刺さり抜群だけど気持ち軸線形も丈夫でフックの角度が上向いてて、なんていうんですかね、魚が食ってきたらかかりやすいよって言って、こういった針をレッグアームに合わせて、でノーシンカーで巻いてくるっていう釣りなんですけどね。ちょっと一匹釣ったら、だいぶボロボロになったんで、また、ライターとかで補修して、使おうかなって思っております。で、オリジナルの一番最初に出たサイズよりも若干サイズも大きくなった、やっぱりこの 2.9、これが肝で、まあ、大きくなった分ちょっと重くなったんで、ノーシンカーでもバヒューンって飛んでいく。で、ちょうどなんか亀山ダムなんかで言ったら本当食べ頃のサイズなんですかね、あのワカサギとかと似たサイズなのか、このアームが一番なんか自分の中ではただ投げて巻くだけっていう感じで使うときは一番躊躇なく魚が食いついてくれるような感じがして使っております。で、色もですね、こんな感じでちょっとワカサギを意識したような色買ってみたんですけども、たまたま在庫がなくてですね、朝ボート屋さんで来たボートでこれ並んでたんで一袋買ってですね、あ、確か去年もこの時期こんな感じので、上流で釣ってたよなと思って、持って行って、でこの一匹が釣れるまで一匹も実は釣れてなくてですね、まあまあこれで釣れなきゃ諦めもつくってもんだと思って、このレッグアーム投げて、そしたらもう、ものの数頭で、あ、魚がバヒュンって背びれ出して追っかけてきてバコって、食いついてくれたんですけども、魚がいるって分かれば本当になんか、自信持ってその先の、展開にも移行しやすいかなっていうことで、本当お助けワームっていう感じで使っております。レッグアームのですね、これが 2.9 インチですね。なんかダウンショットとかっていうよりも自分は、このサイズに関してはノーシンカーで、でこれ糸も、4ポンドってちょっと細めの糸で、でそんなにきつくないカバーにのーとことか、まあ、あとオープンウォーターでも、投げたりするんですけども、ただ、巻いてくるだけでバコって寄ってきて、食いついてくれるっていう非常にお助けワームっていう感じで、おすすめでございます。というわけでですね、本日はこのレッグワームの 2.9 インチノーシンカーですね、これで、亀山バスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。